宝石がすごくないですか。競争はやっぱり激しかったですね。今回もやってまいりました。サイバースポーツの島田です。小金です。よろしくお願いします。はい、まずサイバースポーツチャンネルのアスリート対談とは、はい、気になるアスリートの方々に競技の魅力やご自身の活動などを本当におこがましいんですけども、まるで友達かのような距離感でいろいろ聞いてこちらで発信していこうというアスリート応援チャンネルになっております。はい、早速お呼びさせていただきたいと思います。はい、本日のゲストは東北海道クレインズの河合拓磨選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワイルドですね。プロフィールを事前に、はい、お聞きしてますので、ちょっと私の方からご紹介させていただきたいと思います。お願いします。はい、北海道恵庭市のご出身で、海鮮、湿原、そして単調で有名な釧路小学校5年生から住まわれている、3歳の時にアイスホッケーをしていたお兄様の練習についていくうちに自然とアイスホッケーを始められたとお伺いしています。現在東北海道クレインズにご所属されて、釧路市を拠点に、活動されており、アジアリーグ優勝3回、全日本選手権優勝2回、そして世界選手権6回出場され、冬季アジア2回、オリンピック予選2回などのすごい出場経験を、はい、お持ちの方で、最近ハマっていることが子供と遊ぶこと、はい、チームメイト様と、ゴルフをすることとお伺いしております。まずね、海鮮、湿原、単調で有名な地チーム名の由来が単調なので、クレインズですね。そこから取って今のチーム名になってます。まずその歩行跡がすごくないですか。もっともっとすごい選手がいっぱいいます。海外でプレーされたっていう経歴をお持ちですか。そうなんですよ。海外と日本だとどうですか、競技環境だってこう選手のチームの感じとかも違いますか。カナダにいたんですけども、はいはいはい、ジュニアチームだったので、やっぱりカナダ、アメリカの最高峰、はい、NHL に行く選手がやっぱり多いので、やっぱり競争はやっぱり激しかったですね。少し昔なので、はいはい、10年以上前なので、はい、日本人も少なかったですし、なのでやっぱりいろいろな苦労はありました。言葉の壁とかも結構、最初は戸惑われるのかなっていう印象なんですけど、英語と、僕が言ったのはケベック州だったので、はいはい、フランス語が公用語なんで、英語も喋らないといけないし、フランス語も学ばないといけないしっていう感じで、まあ、当時は大変でしたけど、今になって思えばすごくいい経験を出してもらったのかなという感じです。ちなみに海外に渡られたの何歳の頃ですか。15歳ですね。すごいですよね、それ。ちょっと無謀でしたね。それ、その行くって決断された時、それこそご両親の方たちはどういう反応だったんですか。昔から僕はちょっと海外でホッケーをやりたいっていうのを、もう小学生ぐらいの時からずっと親には言っていたので、さほど驚かれることもなく、心よく送り出してくれた親にすごく感謝します。小さい頃から海外でっていう意識ってどういうところから生まれたんですか。この衛星放送で海外のホッケーを見るってことが多かったんですね。自然とその流れで海外に行きたいっていう風になっていきました。アイスホッケーをしていたお兄様の練習についていくうちに自然とアイスホッケーを始められたっていうのをお伺いしてるんですけど、はい、3歳なのであんまりそこまで詳しく覚えてないんですけど、そこら辺で最初遊んでるんだったら、じゃあもう一緒に乗ればっていう形でスケートを始めて、気づいたらもうチームに入ってました。それでなんとそのお兄様が同じチームでプレーされてるっていうのもお聞きしてるんですけど、それはそのお兄様が先にクレインズにいらっしゃったんですか。僕が先に2年前に移籍してきまして、うちの兄が1年前にチームに移籍してきたという感じです。すごい、お兄様もね、まさかね、自分の子供たちが同じチームでこうプレーされてるっていうのはね、いくらか応援しやすくなったと思います。確かに対戦することが多かったので、親目線からすると多分ちょっと複雑な、どうしようとしていいのかっていうのはあったと思うんですけど、あんまり多分ないですよね、そのパターン。ご兄弟で同じチームに。もう一人、うちの東北海道クレインズには、はい、大津兄弟、選手がいる。はい、そこも兄弟2人で。じゃあ2兄弟がいらっしゃるんだ。そうです。はぁ、
として他チームにはなるんですけども、以前僕が所属していた東北フリーブレイズでも、はい、兄弟でプレーしてた選手もいました。他の競技と比べるとチームに兄弟がいるっていうのが そこまで珍しいことではないかもしれないですね。もう川井選手の思うアイスホッケーの魅力って何ですか？はい、すごくたくさんあるんですけども、はい、展開がすごく速いスポーツなんです、結構点数を取るスポーツなので、見ててもそこまで飽きずに見てられるのかなという感じですね。激しいイメージがすごくありますね、やっぱり。そうですね、サッカー的要素もありますし、はい、格闘技要素もありますし、はい、かいろんなスポーツが混ざったというんですかね、そういうスポーツなので見てて飽きはしないと思います。川井選手とかこう現役でこうプレーされている選手から見て、逆に見てる人にここを見てほしいみたいなことってありますか？ですね、的なね、すごくくろうと目線になると、はい、普通の人はパックを持ってる人を見ると思うんですよ。持ってる選手をフォーカスしてみんな見ると思うんですけども、くろうとになるとパックを持ってない選手を見てどういう動きをしてるか、というのも1試合1ピリオド20分で3回やるんですね、はい、自分がパックを持ってる時間って本当に数分なんです。なのでやっぱり上手な選手はパックを持ってない時の動きが上手なので、パックがそこに来るとか、いいところにパックが来てそこでシュートを打てるとか、そういうことなので、やっぱりクロート目線から言うと、そのパックを持ってない人の動きを見てほしいとは思います。なるほど、パックを持ってない時のポジショニングですよね。そうですね、はい、素人目線だとどうしてもこうやっぱそういう球とかパックがある場所が一番のこう盛り上がりポイントって思っちゃいがちですからね、うん、それでも本当に楽しめるスポーツなので、それでも全然いいんですけども、やっぱり見て数年とか見ていくとやっぱり慣れてきて、その試合全体を見れるような感じになってくると、そういう見方もパックを持ってない人を見るっていう観戦の仕方も面白いのかなと思って、初めての方が試合見に来るとパックが見えないなるので、本当そうなると余計にちょっと俯瞰でそっとか全体を見るようなイメージで観戦していただくと、もうちょっと見やすいのかなとも思います。あ、なるほど、確かに、はい、隣に座ってる人を蹴落としてでも上に行くっていう環境だったので、30代の僕たちからすると楽しみで、うん、